改札口、新大牟田駅は、福岡県大牟田市大技岩本にある、九州旅客鉄道九州新幹線の駅である。大牟田市の代表駅である、大牟田駅から約7キロメートル北東の岩本地区に、設置された。最も近い JR 駅は、吉野駅、西鉄駅は、東山木駅であるが、いずれも当駅から3から4キロメートル離れている。なお、 ーム待駅とは洗濯乗車が可能である。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。通過線がなく、安全のために、可動式安全柵が設けられている。駅舎は3層構造で、近代海山をイメージして1階に、レンガ風のタイルを用い、2、3階の外壁は緩やかに波打たせ、未来へ吹き抜ける風を表現している。内装にはカルタや大ジャサンをあしらっている。 改札口及び待合室は1階、ホームは3階にある。また、改札口や待合室と自由ツールを挟んで、反対側には新大無田駅観光プラザがある。当駅の南側に新大無田保守基地が設置された。2019年度の1日平均乗車人員は608人で、ある。各年度の利用者数は、下表の通り。駅周辺では区画整理が行われ。 駅利用者のための駐車場が整備されている。また、周辺に住宅地などを整備する計画がある。西鉄バス大牟田の以下の路線が乗り入れている。新大牟田駅前バス停留所。ありがとうございます。